こんにちは、にじこです。昨日に引き続き1年前の、風さんのオールナイトニッポンのレポをしたいと思います。次にね、喫茶風っていうコーナーになったんですよね。で、ここの前だったっけ、なんかね、一つリクエストがあって、15歳の男の子から、山口百恵のひと夏の経験15歳、昭和歌謡が好きって言ってたかな。それでそれにまた瞬時にね答えたというね、風さんが。2人とも平成生まれ、それがもうど昭和なね歌謡曲をリクエストしてそれに答えるという、もう素敵すぎます。いいものはいいってことですね、ずっとね。そしてね、喫茶風、マスターは風さんです。コーヒーの飲めないマスターね。それで昭和の喫茶店のドアについてそうな、カランカランカランってカウベルみたいなね、あれがね鳴るんですよ、カランカランって。でそしたらマスターがいらっしゃいって迎えてくれて、あ、席は1個空けてね、ソーシャルディスタンスってちょっと私の発音あれですけど、いつもの風さんの素敵な発音でソーシャルディスタンスと言ってね。で、あ、おすすめはお寝坊さんセットかなみたいなこと言ってましたね。お寝坊さんセットね、これ私風さんのご実家のご近所の方のインスタで拝見したことあるんですけど、普通のモーニングよりもちょっと豪華なんですよね。ハンバーグとか焼きそばとかも乗っててね、美味しそうでね、いいな、いつかこれ食べに行きたいなと思ってたんですけどね。もう今はねちょっとお休み中だし、みっちゃむ、それにまあもし再開されたとしても、もう今ね大変なことになりますよ。だからもうちょっと入場制限をするということをねしないと大変かもしれませんね。風さんのライブ張りに倍率すごいと思いますね。プラチナチケットですよ本当に。やっぱりね、ご実家にもご近所にも里庄町にも岡山県にも迷惑になることはしたくないですよね。応援するっていうことはやっぱりね、喜んでもらうことですからね。行きたい、会いたい、そことのせめぎ合いね、気持ちすごくわかるし、いや私自身がせめぎ合ってんですけどでも私もね、実は岡山に行くチャンスはあったんですけど我慢しました。もっと普通に行ける時に行こうと思ってね。ちょっと話それました。すいません。まずね、マスターに相談する、お客様が相談するっていう、そういう体なんですよ。でね、まず一人目がね、美容師の女の子で、人見知りをしてしまうと。だからお客様とね、なかなか話が弾まない、どうしたらいいんでしょうっていうような質問だったんですね。でそのもうね、風マスターのお答えが秀逸で、もううなってしまいます。なんと答えたかというと、無理して話を弾まそうとしなくていいとね。弾ませたいって言ってるの、別にそれ弾ませなくていいよと。で、相手が求めてることを感じ取ることが大事と。ね。お客さんが発してるオーラを感じ取って、お客様目線でって。すごいですね。だから相手が、この話したそうだなと思ったら、その話を振るとかね。でもなんかちょっと、今はいいのかなと思ったら、ちょっと黙ってみるとかね。なんかそういうことを感じ取ってみる。だからもういつもそういう
気配りしてるんですね、風さんってね。何にも考えてないように一見 見えませんか。ごめんなさい、私だけなんかこうぽやーんって、あのオフの時ですよ、なんかこうね、ぼーっとじゃないけど、なんかそういうとこあるじゃないですか、オンとオフが激しいのでね。でもそれなりにちゃんと空気を読んでるんですね、さすがですね。うん。で、お二人目がね、お二人目はね、電話がつながってたんです。15歳の女の子ね。なんかお父さんにトゲトゲしく当たってしまうって悩んでる子だったんですよね。でそのきっかけは風さんが聞いたら、なんかあの食卓にいる時になんかいろいろ言われてマジうざいって言っちゃったらしいんですよ。そしたら、まあ、お父さんが怒って、でそこからなんかトゲトゲしてると、うん、まあ、気持ちわからなくもないですけどね。ね、多感な思春期ですしね。そう、そしたらね、風マスターが、うちのお姉ちゃんもおとんから怒られて1、2ヶ月口聞かなかったことあったなって言うんですよね。そんなことあったんですね。まあ女の子だし、まあ、多感な時期、まあ、そういうこともそう珍しくない話ではないとは思うんですけどね。うん、でも風さんは反抗期がなかったっていうんですよ。親に対していろいろ思うことはあったけれども、でも反抗はしなかったと。それは、まあ、親が年取ってたからかなとも言ってましたね。46歳の時のお子さんですよね、確かお父さんがね。お母様が42歳だったかな。上の、ね、お兄さんお姉さんと離れてますからね、年が10歳以上ね。うん、だから親今日死ぬって思ったら優しくなれるって言うんですよ。親今日死ぬと思ったらどうって、すごいですよね、究極ですよね。ねえ、あ、そんな風に思ってるのかと思って、それで最後名言出ましたよ。いつまでもあると思うな親と金。さすがです。うん、もうでもね、風さんね、ほんとカウンセラーですね。もうその辺のカウンセラーよりカウンセラー。うん、瞬時にこういう言葉が出るっていうのはもうほんとすごいですね。うん、うなりましたよ、本当に。それでこの喫茶風のマスター風の時はね、さらに声がいいですね、風さんの。うん、すごくいい声でしたよ。うん、で訛ってなくてね。うん、で苦手なコーヒー入れて待っとるけんまた来てねって言って閉店になったんですけどね。なんかまたね、オールナイトニッポン4回目があったらね、喫茶風開店してほしいですよね。うん、でそうそうそう、またそしてリクエストに答えるんですけど、やっぱりね、すごいですね、リスナーさん、もう風さんのファンの方ばっかりでしょうから、もうねリクエストがね素晴らしい。前回のオールナイトニッポンでショパンの革命を弾いたんですよね、風さんが。でそれを受けてですね、ショパンの革命を町長にって、まあ、思いつきますか、こういうことね。そしてまたそれをすぐやってしまうというね、もう革命が明るい革命になってましたよ。素晴らしいですよね、もう何ですかね。でまた次にすごいんですよ、 M ステのオープニングを寂しげにっていうね、寂しげに弾いてましたよ。もうダラララダラララって M ステのオープニングね、うん、これを寂しげに弾くんですよ。もうなんかね、もうついついね慣れてきちゃったけどね、すんごいことしてんですよね、風さん。本当に、いやもう本当にパッてやっちゃうから簡単そうに思えてしまうんで錯覚を起こすんだけど、すごいことやってます。はい、で口笛が吹けない、ふっふって
指パッチンと口笛は吹けないっていうねのもここで証明されて、何かできないことないとねやってられませんよね。でもそれもまあ全然マイナスにはならないってところがまたね風さんなんですけどね。はい、というところでちょっと長くなったんでまた次に行きます。はい、ありがとうございました。ではまた。